どういう風の吹き回しだ。13年も顔出さねえで。会社がうまくいってないんだべ。厄介なことがあると調子のいいこと言ってごまかす。でもってごまかしきれないと逃げる。こき使ってやっからよ。1年で100万稼げればまあどうなると思う。馬刺しの肉だ。雲龍、お前も頑張ったらしいけどな。ごめん母さん、ずっと顔出さなくて。あんたの母さんもここに入ってんのかい。それぐらい東京で必死だったんだよ。それしか世間見返すはおないだろ。なして世間見返さなきゃなんねんだよ。帯広の開催中だけまかない頼まれてんのさ。雪が降って冬になれば春になるまで大将のそばにいられる。こんな早く雲龍に好かれた人初めてだよ。才能ないの。今の気持ちだってさっぱりわからんしさ。もう一度雲龍に乗ってやってくれないか。雲龍のやつレースに出たがってる。羨ましいな。兄さんが迷わないで生きてる。何言ってんだ。迷って馬鹿しだ。傷ついた心、北海道の大地の上、人のぬくもりに触れまた歩き出す。雪に願うこと。